戦場集落として発展したカナダケベック州のセントローレンス川沿いの集落、シャンプラン、ビクトリア市を描いた1860年代前半の絵、ビクトリア市およびビクトリア湾の対岸に位置する急流市を描いた1915年の地図。戦場集落、戦形集落は長い線のような形状をとる集落、内市は建物群を指す、 地理学の用語。多くの場合は、道路、河川、運河といった交通路に沿って発達しているが、香港のビクトリア市のように、海岸線や山地、丘陵、峡谷など地形的な制約からこの形状を取る例もある。線上集落には、明確な集落の中心となる道路の接続点や、集落中心の緑地にあたるものが明瞭ではないことも、ある。線状集落は、 細長い形状を取る。交通路沿いに形成される線状集落の場合、集落の成立より先に交通路が成立しているのが普通であり、宿液などの機能を持った線状集落が交通路沿いに発達する。多くの場合は、一本の街路を挟んで両側に建物が並ぶことになり、イングランドのノーフォークシューマイルハムの集落はその典型である。この段階から、 さらに集落の成長が続けば、主要街路から脇に入っていく街路が発達して、少し離れた区域の市街化が進むことになる。マージーサイド州、サウスポートは、このように発達した集落の例である。戦場集落の形成は、町が主要交通路沿い外へ向かって拡大していく、リボンデベロップメントと対比される。外村は、戦場集落の形態を取る村を指す表現である。 さらに、日本語では、門前町、市場町、宿場町など交通路の活動に関係が深い、商業的性格が強いものを、外村、農家が沿道に集中するものを、路村として使い分ける場合もある。ありがとうございます。